姫路市は30代の女性職員が新型コロナウイルスに感染したと発表しました。女性は阿波尻支所に勤務していて、支所は今日午前から閉鎖されています。姫路市は今日市民局市民安全市民生活部阿波尻支所で窓口業務に当たっていた30代の女性職員の新型コロナウイルスへの感染を確認したと発表しました。 女性職員は今月8日の夕方に37度2分の発熱があり、9日から勤務しておらず、勤務中はマスクを着用していた上、窓口にはビニールシートを貼り飛沫を防いでいたため、訪れた市民の中に濃厚接触者はいないということです。市は今日午前、阿保市を閉鎖して庁舎内を消毒しましたが、再開のめどは立っていないということです。 姫路市の職員で感染が確認されたのは初めてです。